育てや独自の教育法など子どもの未来をあらゆる角度から深掘りする特集コーナーです。今回はこちら、江戸川区葛西にある算数が好きになるという塾に注目しました。8年前の設立以来、多くの子どもの算数嫌いを克服させ、成績アップにつなげてきた独自の学習法を取材しました。時には積み木を使って問題を解かせ、筆算の次は何やった？ある時はテレビ電話でも授業。努力いらないんですよ、算数はマスターするのに。3ヶ月から半年で結果がほぼ確実に出るんですよ。これまで指導してきた生徒はおよそ400人。一番算数が教えやすく、学びやすい科目だ。しかもその結果がはっきり出るんで、喜びを教えやすい。独自の勉強法で子どもの算数嫌いを克服させてきた鶴田式算数とは、算数嫌いを克服するポイントその1、完全オリジナル授業。塾を運営する鶴田さんは、塾を開く8年前まで IT 系の企業に勤めていました。その時に培った持ち前のプログラミング力を生かし、パソコンでイラストを駆使したオリジナル教材を作成しています。手順を覚えるのに一番いいのはやっぱ物語になっていることなんですよね。まず鶴田式ではイラストと積み木で算数を物語に変換させます。例えばつまずく子が多い繰り上がりの足し算、6たす6を物語にすると、設定は10人乗りのバス。最初のバス停で6人の友達が乗ってきました。楽しくお話ししていると次のバス停に到着。そこには6人が待っていました。バスは10人乗りなので乗ることができるのは4人まで。残った2人は次のバスを待って乗ることにしました。このように物語にすることで子どもにも理解がしやすいように変換。6たす4たす2の繰り上がりのない計算で答えを導き出します。物語を描くことによって算数はもとより数字に対する苦手意識をなくします。こうした練習法を繰り返し、数ヶ月後には通常ならば4年生で習う答えが2桁になる割り算も1年生ができるように。例えば89÷6 を鶴田式で計算すると、まずは割る数字6を足していきます。6たす6を繰り返すことで掛け算ができる必要はありません。次に8より小さな数字を左の6を足した数の中から選びます。この場合は6だけ。つまり6が1つなので10の位は1となります。次に 8-6 で2、そして9が降りてきて29に。29より小さい数字は24。つまり6が4つなので1の位は4となり、この結果答えは14余り5となるのです。通常ならば掛け算ができるようになってから習う割り算も、足し算と引き算を活用することでしっかり回答できるのです。楽しかったです。何が楽しかった？掛け算。あ、割り算じゃなくて、あ、割り算案外簡単です。算数嫌いを克服するポイントその2、熟練を求めない。鶴田式では100点を取ることを目指していません。基本的にはストレスをかけないっていうのがテーマなんですね。努力させないことで逆に継続をしていくんですよ。
そのため宿題もドリルもやりません。ドリルで反復する時間を削り、ある程度理解したら次の段階へどんどんステップアップさせます。これにより生徒は自分の学年を飛び越え上級生の学習にチャレンジすることに。自分のペースでやれて、みんなが知らないことを知れてて嬉しい。算数が大嫌いだったんですけども、しばらく通ったら好きになって、算数だけじゃなくて学校自体も楽しくなったようなので、とても良かったと思います。こうした勉強法がインターネットで話題になり、今では全国の親子にテレビ電話を通じて指導しています。で、僕は生きる力っていうのは学ぶ喜びだと思ってるんですね。どんなに大学に行こうが社会に出て勉強しなくて済むってことはないですよね。その時に学ぶことが苦痛なこと、学ぶことが喜びの子では結果はそこから変わってくると思うんです。学ぶことの喜びを知って自ら学ぶ方法をこう手に入れてほしい。算数嫌いの子どもたちに学ぶことの楽しさを身につけさせる鶴田式算数で子どもの未来を後押ししています。